ジャパンオープンボーリング選手権は日本ボーリング評議会などにより組織されるジャパンオープンボーリング選手権実行委員会が主催する日本最大規模のボーリング大会。男女合計賞金総額は1200万円。優勝賞金は男子が150万円、女子120万円。ジャパンオープンボーリング選手権は全日本プロ選手権と並び、 日本ボーリング界最高峰の大会として1977年に第1回大会をスポーニチ共催で東京板橋にあった旗ボーリングセンターで開催。U と BC マスターズと U と BC クイーンズ日本代表選考会を兼ねて開催。テレビ中継ではテレビ朝日、ビッグスポーツやテレビ東京、ザスターボーリングで中継録画されていた時期もあった。時には 東京ではなく1997年には本土復帰25周年を記念して沖縄で1999年には宮崎2002年には北九州2004年には北海道の札幌で開催されていた。また2004年から2013年まではアメリカンボーリングサービスがタイトルスポンサーとなって ABS ジャパンオープンボーリング選手権として開催されていた。 2018年はハイスポーツ社が共産指導者のブランドであるストームジャパンオープンボーリング選手権として開催された。しかし建物の老朽化などから旗ボーリングセンターが閉鎖され、2011年大会からは愛知県稲沢市の稲沢グランドボールで開催されるようになり、主催者も中日新聞社、東海テレビ放送に変更。 しかし2014年と20年は中止となった。2021年は長野で開催予定。大会の模様は東海テレビと BS 富士で1時間のダイジェスト放送される。大会は男女別1チーム4名で出場登録を行う。以下の条件で登録を行う。大会前半はチーム戦、ダブルス戦、シングル戦を行い。 選手は各パート3ゲームを投球する。各部門ごとの表彰を行う。マスターズクイーンズ予選は、シード選手とオールエベンツ上位選手が進み、8ゲーム投球の結果上位が準決勝に進む。準決勝は6ゲーム投球し予選と合わせて、合計14ゲームの上位8名が、ダブルエリミネーション方式の決勝に進む。勝者ゾーンと、 敗者ゾーンは3回戦までは2ゲームの合計で勝敗をつける。3位決定戦は敗者ゾーン3回戦の勝者と勝者ゾーン決勝の敗者によって1ゲームで行われる。優勝決定戦は3位決定戦の勝者と勝者ゾーン決勝の勝者による1ゲームで行われる。ただし勝者ゾーン勝者が敗れた場合は最優勝決定戦1ゲームを行う。ファーマチありがとうございます。